1977年、国鉄地北線時代の陸別駅と、周囲 1km1.5km 範囲。左上が、北見方面。連絡橋を持つ、千鳥式ホーム2面2線と、駅裏に3本の副本線。そこから、駅裏の機構場へ引き込み線が分岐している。駅裏北見側には青い屋根の2つの車庫とその裏に、かつて配備されていたオケり陸別館にある。 四北峠越えの補給用蒸気機関車のための転車台、手前に給水塔も残されている。また、駅舎横池田側の貨物ホームへ数本の引っ込み線と、そこから東側のストックヤードへ引き込み線が一本分岐して、伸びている。本線池田側では、カーブの R を緩やかにする工事が進められていて、陸別側の橋梁が新しく掛け替えられている。 駅裏南側の広大なストックヤードは、帯広営林局陸別営林所管轄の土場で、すでにトラック輸送に切り替えられているが、かつては都市別川の支流である、北東方向の陸別川の上流と、同じく支流の南西方向の都間川の上流から、二つの森林鉄道が接続していた。このうち、陸別川からの軌道は、 ほとんど道に置き換えられていて確認が困難であるが、池田川で陸別川を渡る橋梁の手前、国道242号が本線の下をくぐり抜けているちょうどその場所を潜り、ヤードの外周をほぼ一周する外周線へ接続していた。また、都間側からの軌道は、写真の下側に向かう国道と都市別川との間に、小道になっている軌道跡が確認できるが、その延長から、 ヤード南のエーン所管車のグランドのところで、都市別川を渡り、やはり外周線へ接続していた。また、ヤードは4つに大きく分かれ、中央の3箇所から最終的に2つの軌道となって、駅から池田川へ、本線に沿って伸びた側線へ、スイッチバック上に接続していた。その軌道跡がカーブ上に確認できる。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成駅構内の様子 JR 北海道当時の駅舎陸別駅は、かつて、北海道アショロ郡陸別町技陸別原屋汽船69番地1にあった北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅である。電報略号は陸。陸別町町名の由来も、 参照廃止時は相対式ホーム2面2線を持つ地上駅であった。ホーム間は古戦橋で結ばれていて、銀河線の駅の中で唯一列車の停泊が行われる駅でもあった。乗り場1番線、ふるさと銀河線上りしょろ、本別池田方面2番線、ふるさと銀河線下り置けと訓練府北見方面1948年における。 保有機関車は陸別マン合わせて以下の通り、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線、香る別駅陸別駅分線駅。ありがとうございます。